ーターの糸島大好き糸島ニアン。糸島ニア1号ピーターこと池畑慎之介です。糸島の観光大使です。糸島ニア2号、夏はどっちかというと暑くて泳ぎも得意じゃないんで苦手です。川上正幸です。おめえの水着なんか見たくねえわ。とにかくですね、うん、海が近い。もう糸島はもういいですよね。その点よかよね。あの以前住んでらっしゃったところはもうすぐ海でしたね。大乳でしょ。いいんですね。別にいいですよ。いいですよ。いいですよ。ちょっと大乳ですよ。大乳で大乳大きく入ると書いて大乳。そうだ、大入りでしょ。大入り、あ、いいですね、地名もね。大入りだと思ってたもん、ずっと。そしたらね、大乳だ、芸能人だから大入りだ。大入りだ、大乳って言うんですよ。芸能人にとって大入りって言葉はラッキー、一番ラッキーですよ。そうですよ、赤字よりもいいですよ。芸能人にとって響一番いけないのはね、赤ちゃんダメなんですよ。学会連れてきたら赤だから、赤字だか ら, だから。あと犬、なんでお客さんが犬っていう、いなくなる猿っていう。そう、犬、猿もダメよ。だからあ、猿もダメだからね。浅香光代さん猿連れてきてたんですよ、ずっと楽屋に。あの人本当にね、ちょっと待ってダメよってみんなに言われて。本当ですか。そうです。浅香さんなんで楽屋に猿連れてくるんですか。飼ってるから、あの人ずっと。猿飼ってるんですか。そう、あの人が女のかなと顔に出たんだよね。剣撃、冗談じゃないよお前さん、何言ってやがんでみたいな、ね、猿ものをって。そう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 じゃなくて、びっくりですね。そんなの楽屋に入れていいですか。いけないんですよ。いけないでしょ。でもね、結構ね、黙って入れてきてはいましたね。あの、そうそうそう、川島奈美ちゃんなんかもね、可愛い犬を連れてきてたんですよ。名前がボンボン。奈美ちゃんも。あ、そうですか。まあ、やっぱり犬はね、割と楽屋連れて。でも本当はね、芸能の時に犬、赤ちゃん、猿っていうのは良くないよって三つは。それでピーさんは楽屋にワニを連れてきたんですか。バカやろ。なんでワニなの。ワニを連れてきそうだ。ワニを連れてきそう。ワニを。こジロ。ワニ連れてきて何するのよ。もうお前そのことやろ、カバンにしちゃうぞこの野郎みたいな。クロクダルだ。やっぱ芸能人の人もやっぱりこうペットを飼ってらっしゃったら、まあ楽屋に連れてくることもあると。ありますよ、やっぱりね。やっぱり家に置いて一人でかわいそうだな。だから私飼わないのは、家に一人で置いてくのが忍びないから。かわいそうだからね。そうそう、どうしても一人だとさ、お留守番させなきゃいけないでしょ。もう気になってしょうがないからさ、まあ、その生き物っていうか、そういう家族は、ね、ということで今日もですね、はい、その一人ぼっちが寂しがり屋の P さんと、そうでもない私がお送りしたいと思います。ピーターの糸島大好き糸島ニア、グローカルホテル糸島からお送りしております。ピーターの糸島大好き糸島ニア。この番組はセトルグローカルホテル糸島、糸級期待醤油、元気クラブ糸の湯どころ以上各社の提供でお送りします。糸島が好きすぎる。さあ、糸島の魅力を語り尽くすコーナーでございます。糸島といえばやっぱりね、山も素敵ですけれども、海が綺麗、二見ヶ浦とかさ、もう夕日百選に入ってるぐらいね。そうですよ、あそこです。ちょうど夕日が落ちる時、海でジュッて言いますもん。ジュッジュッジュッ、暑い、ジュッて言って、太陽がちょっと上上がって冷たい、ジュッジュッ、話が噛み合ってませんけど冷たいって、太陽が言うの。太陽がジュッ、あ、冷たい、ちょっと上がったりして、皆さん、こんな人なんです、こんな人なんです、わざとやってるわけでこんな人なんです、本当にこんな人じゃないですか。Pさんはこんな人なんです。海はさ、あの、私が住んでたその大乳のところの海岸も綺麗でしたけど、ずっとやっぱりこう、あの、まあ、冷たいよ冬はね、だけど夏は水が綺麗だし、そうですね、透明度も高いですしね、やっぱりあのいい浜がいっぱいありますよ。そうですね。Pさんそれだけ海が好きなんだから、泳ぎはもう得意ですか。あのね、鹿児島でね、桜島へ遠泳っていうのが小学生の時にあったんですよ。ほうほう。それを参加できなかった。そう、戦時中に。はい、今のは 手を叩いてるだけですよ。ね、戦時中は最近の話ですか。最近でもないです。小学生だから50年、60年ぐらい前ですよ。60年ぐらい前ですよ、ね。60年ぐらい前ですけども、まあ、鹿児島に引っ越して、引っ越して、ね、でみんな小学生の時遠泳行くんだぞって言うけどさ、それはまあ希望者だけです。全員じゃない。でも、あ、希望者だけじゃなかったのかな。私はなんか
気を使ったのかな。泳がなかったんですか。あのみんな船でね、みんな小舟で親と子が乗っかって頑張れ、けっぱれって言うんですよ。けっぱれけっぱれって鹿児島のとこから桜島まで遠泳するの。磯子、結構距離あるでしょ。磯海水浴場からちょうど鹿児島、あの桜島のあの、そうそうそう、金港湾袴越しっていうとこかな、までそう金港湾を横断するんです。相当ありますよね。何キロだろう、3キロ5キロ結構でも、あの連絡船で10分もかかんないですけど、10分ぐらいですからね。でも連絡船で10分って相当、いや連絡船遅いですよ。フェリーなんて連絡船遅いバーって行きませんよ。あ、そうですか、うん、連絡船を、あ、そうですか。そんなに早くないですよ、船ですから。そうそう、でそれ、まあ、それはいいんですけど、うん、結局泳がなかったって。あの私はね、初めて母親がね、あの海水浴場連れてってもらって、母っていうのがさ、泳ぎが泳ぐと思わなかったんですよ。着物いつも着てるようなそそっとした人だから。お母さんが泳げると思わなかった。そうで、ずっとあの大阪時代はお母さんずっと喘息持ちでひいこら寝てましたから、で鹿児島行ったら喘息がピタッと止んで、初めてこう小学2年生の時に一緒に磯海水浴場行った時に、母がシャーッと抜き手で泳いでるんです。うわーってもう憧れちゃって、はあ、びっくりしたんですね。だって着物でいつもあの寝てた人がですよ、急に水着着てさ、ああ横泳ぎしたら、しかも横抜き手、そう、これ解説が必要ですけど、抜き手っていうのは横泳ぎみたいな、横泳ぎ、そう、顔をつけないで済むんですよ。その海軍の人が泳いでたんですよね。そう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 、昔の人があの泳いだ、足はこうこう、なんラジオですからこうこうって言われてもあるんですけど、なんて言えばいいんだろうな、クロスするようなね、イカみたいに、イカみたいにね、そうそうそう、あの昔その英法、なんとか英法ってあるじゃないですか。そうそう、腰系英法ですよ。あ、腰系、そうそうそう、腰系英法、腰系英法って言うんですけどね。お母様は習得してらっしゃった。習得したっていうか、昔の人だからふっとそれしかできなかったんでしょうね。でびっくりしちゃって、びっくりして、それでそれをまず最初に覚えて、うん、それから平泳ぎ、クロールだけをね、何回バタンしちゃっても前進んでなかったの。もうすごい行ったなって、バタバタバタってパッと見えて、同じところだったりするんです。これは初めてあの P さんと接点が、あなたもそうでしょ。クロールダメなんですよ。ダメですよ。あれ泳げる人すっげえ不思議で、いや、あのね、上手い人ってね、水しぶき立たない、立たないですよ、ね、中でね、シャバシャバ、そうそうそう、シャバシャバ、そんな私ってバッシャバシャバシャバシャするだけで、それで波が来て口の中がボッて水が入って、うーってやってね、鼻に入ったりしてね、そうで大変なんだから、顔で平泳ぎ、あ、この方がいいんですよね、楽なんです。うちはですね、親父がですね、あの八つ上の兄貴を泳ぎを覚えるときに、はい、その近くの浜行って、うん、ちょっと怖いっつって抱っこして、そのままボーンと、今だったら大変ですよ、そんなことしたら、ぼちゃーっとわーっと暴れるじゃないですか。そのうち勝手に泳げるようになる。その方法を私はやられたんですけど、うん、私は沈んだよ、出て上がってこなくて親父が慌てて飛び込んで大丈夫かっつって、カカッつって溺れたのね。じゃあ溺れたんですよ。だからちょっと泳ぎはちょっと苦手なんだ。うちもね、うちの姉ちゃんにね、あの昔あの海水浴場でね、あのタイヤのチューブの浮き輪を貸してくれてるんです。懐かしい、あった、ビニールじゃなくてね、はい、ゴムのでボヨンボヨンボヨンありました、ありました、ね、でその内側にね、あれがあるんですよ、あの空気で、そこでね、当たる中に入るとこれ、ね、それが痛い。それでね、うちの姉ちゃんに初めて海へ連れてもらうときに、ひっくり返された。あ、それがそれがトラウマで、すごくお塩を飲んで、でも負けてなるもんかと思って、母に習って抜き手を覚えた。そう、未だにその姉に言いましたけど、ね、面白かったっていうのよ、お姉さんはね。お姉さんは遊びハムでやったんだけど、そうですよ、本人にとってみたら、もうだって死ぬかと思いました。やっぱり小学校6年と3年かな。私もね、足がつかないところにこう行ってね、うん、あとあの浅いところで立ち泳ぎしてた、うん、足がつかなくなったんですよ、うん、隣に親戚のお兄ちゃんがいたんですよ、うん、お兄ちゃんってこう手でったら手払われた、うん、やめてうろって言ったら、ま、余計に慌てちゃってもうね、あの時お兄ちゃんって大きくなった後にね、お兄ちゃんの時はそのことしたか俺とか言って、うん、まあそう、まあそういう子供ながらにね、ちょっとで溺れるとこじゃないかって言ってね、未だに恨みに思ったんですけど、ね、でもあの海にはいっぱい思い出をね、作りに行きますよね。そうですよね、そうそうそう、バーベキューやったりとか、バーベキュー、あとね、この頃はないけれども、うん、あの湘南の海で麻雀やってる若者がいっぱいいました。私ね、みんな向けての方、暑いでしょ。そう、でも麻雀やってるね、もう一日ずっといるんですよ。砂浜で麻雀するんですか。そう、バカじゃないかと思いました。いや、今でこそ電動があるけど、昔々は電動なんかないから、折りたたみで持って行って車に乗っけて、台はどうするんですか。台を持ってきて、折りたたみで行ったんだから、ね、折りたたんで砂のところにグッと押して、みんなだから肩はみんな向けてるんですよ。うわ、暑い、うん、だけどもそれぐらい海が、みんな海行ってそんなことやんなくていいじゃないかと思うけど、まあ人が多いからさ、海泳ぐよりもまあみんなそこでさ、スイカ割りやったりとかさ、
楽しいこといっぱいあるじゃない。でも人口が多いあの都会の海っていうのはよくニュースで見ますけど、おしっこもしてるしもう苦いしさ、なんだかあれだけで本当芋の子を洗うってよく言うじゃないですか。本当に洗ってるんですよ芋の子。いろんなとこ洗ってるんですよね。芋の子バカバナナ洗ったりさ、バナナパイナップル洗ったあれいくら放送時間が遅いからっつってね、これ歩けないときに君が言ったんですよ。君が、いや僕は股をさ洗ってると芋洗いってさ、僕は芋洗ったってバナナを洗うっていうから、うん、いや芋だけじゃなくてバナナを洗うでしょ。私は一皮むけりゃいいんですね。あ、むいちゃう。いやーむけてなかったのか。いやこれね放送ギリギリです。これセーフアウト。私はセーフだと思う。セーフですよ。バックホームしてクロスコミ。大人だもの私たち。そうですよ。60と70でしょ。そうですよ。ね、60代70代でしょ。もうちょっとで。平気ですよ。平気ですよ。もう聞いてる人も。早く出したい70代に。いやいや、ね、止まっといてください。ちょっと、まあ、待ちましょうか。待っててください。いやでもあの海っていうのは本当にあの今はやっぱ危ないからね、プールでしか泳がさないとお母さんもいるけども、ね、やっぱあのまあ、キダのこと言うだけど、あの何回も同じ波は来ないんです。一回もずっとジャバージャバーって、なんかすごくなんて言うんだろう、リズム感があるように聞こえるけど、ちょっとこうなんかさ、はい、あれで眠れるんですよ、あの音聞いてると。お波の音で川のねせせらぎってうるさくて寝れないの。私川のそばで、ね、あいいなと思って泊まったの、旅館にね、ずっとジャバー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 ジ、もううるさくてね、なんかでもね波はね、あの時計と同じ、あのシャ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 、それ台風の時嫌ですよ、ザッピャーンは嫌ですけど、でも台風の時には行きませんけど、そんなところにね、あの音がいい、あの波のあのこう寄せては返すそのね波音っていうのはなんか神経をこうゆっくりさせますね。だからやっぱりこういつも住むのは海のそばっていう。鹿児島に行った時もだから桜島の目の前で錦江湾でしたから、うん、ずっと波音と桜島見てたから、うん、どうしても東京で家建てる時はと思って熱海の家に、はいはいはい、そうそうそう、目の前に初島が見えて海が見えてっていう、ね、いいですね、今もそうですけどね。 SNS で時々出してらっしゃるのね拝見しますけども、海はいいでしょ、いいとこにまたお住まいだから。いやいや、まあ、住むことを大事にしない人はダメ。やっぱり住むことしないとその人信用できない。なんか、そうですか。住むとこなんでいいんですよって夜遊び歩いてるポルシェ乗ってる男いるじゃないですか。で家帰ったらさ、ワンルームに行かなんかいてさ、何家は大事にしないでこれ車だけ行って女引っ掛けてダメかこいつと思う、いっぱいいますけどね。いろんなお知り合いが、いやいますよ、都会にいたらなんて変なポルシェいますよ。だからポルシェを買うために家はワンルームなんです。ああ、そういうのはダメだって話ですね。そういうのはダメ、住むところを大事にしない人は。だからそう、家に見合って、だからそのワンルームに住んでたら経営でいいじゃないかと思う。なるほど、ね、だから豪邸をしたらポルシェでも買いなさいって思うんだけど、なんか不釣り合いなことをバランス感覚の悪い人っていますよね。ましてやそのいろんなことがあって辛いことがあって家に帰るとほっとして、そうそう、それでよく寝れて、寝て美味しいご飯が食べれて、また活力を養って明日仕事行こうっていうふうな、住むとこ大事にしてほしいです ね。あなたはどうですか。私はもう引っ越し島ですけど、13回も引っ越し、占いで30年で、いやいやいや、この理由を言うとも長くなる、長くなるね、わかりますね。ピーターの糸島大好き糸島ニア、グローカルホテル糸島からお送りしています。Pさんおすすめの昭和歌謡を聞くコーナーでございます、はい、私も大好きなコーナーでございます、ね、聞いてきますね、はい、あの私たちがねその、まあ、みんなあの、まあ、私も55年歌手56年間になりますけども、はいはい、その前半デビューしてからすぐの頃ってねキャバレー時代ってあるんですよ。みんなキャバレーでこう歌を、そうキャバレーでショータイムがあるんですよ、はい、週末に、うん、で福岡もありましたよ、月下会とかありましたし、赤坂ってキャバレーがありましたね。今の今はなくなっちゃいましたけど、赤坂の場所分かりますでしょ、はいはい、赤坂、はいはいはい、赤坂のね、赤坂ね、あそこにちゃんとでっかいキャバレーがあったんです、あったんですか、はい、で福岡に来たら赤坂とあと月下会、うん、で小倉行くと大和っていうね、はあ、それこそあのあれなんだっけ、ビルのチェーン店があるじゃないですか、なんだ、丸源、あ丸源、川本源四郎さんがまだ、うん、はいはいはい、あのそこでバーンと大和という異常な大きいキャバレー、九州一番かな、はあ、多分もうあの埋め立て地何にもないところにドーンとドームみたいなの作って、そこにもうタクシャバーって並んで、それで
もうフルバンドでセリがバーッと前に出てくる。であとはダンスホールになってて、こういうふうにこう客席がね、なんて言うんだろう、こうまん丸で、要するにその円形、円錐形みたいになってて、そう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 。そこでそのお菓子の方は、まあ、あの森進一さんとかみんなその辺の時代もみんなキャバレーやってましたよ。それも修行の一つって、修行じゃないですよ。あの営業の一つ、営業の一つで、お金儲けの一つ。私なんか昼間参加ステージやって市民会館で、はい、夜キャバレー飛び込めてやるってことあります。ひどい事務所でしたよ。すごいですね。そうそうそう。以前は超働いてたんですね。いや働いてましたよ。ずっとでも10年間10万。10万円でやってたんですか。月10万。月10万で。私その頃こんなに働いてんのに、会社はすぐマンション買い取りましたね。賃貸マンションから。あ、その会社が儲かるから。そうそうそう。働いてて。そうですよ。はあ。で、どうなんですか、キャバレーのお客さんってお酒飲んで。いや、いました。だからあのファンのね、うん、あの私も一応まあそのちょっとアイドル崩れみたいだったから、あのホステスはキアピーターって言われて、それちょっとやきもちやったら、なんだお前、どういうんだこんな男か分かんないやつって言いながら、そのいれば一緒になって、おピーター頑張れって人もいれば、もう思い出しましたね、岐阜のキャバレーでね、あの上からピーナッツ投げられたから投げ返してやったんです。本当にあのね、ステージの歌手が上からね、それがその面白いキャバレーで、その糸島のなんとか、違う、岐阜のカサブランカ、カサブランカ、うん、ポンポンポンって3階建てみたいな、3階建てでみんなこうやって見てるわけ、上から。あ、上からこう見てる。で、1階の人はちゃんとしたステージなんだけど、こう吹き抜けになってて、上からこう上も見られる、そのもう1個上もこうやって見る。で、その人がこうやってピーナッツポンって投げて、上からピーさんに向かってピーナッツを投げた、投げたってこう落としたんだね、でそれを拾って投げ返してたの。言ったでしょ、ザ・ピーナッツじゃねえよっつって。そこまで言わないですけど、ね、歌ってる最中ですから。向かってきた、冗談じゃないと、うん、どうですか、向かってきませんか。よく上まで上がってから食べればよかったね。今考えたら、私は今だと食べる、ね、食べるって言って、あ、ごめんルールとか言いながら。まあそんな時代があるわけで、みんなね、その時にはふと思い出したんですけど、あの楽屋に行くとね、来週は阿部律子さん、その次は平浩二さん、その次は日吉美美さんとかって、みんなあの金土って2日ずつ出るわけです。出演がこう書いてある、ポスターがずっとポスターがあるんです、ポスターがね、はい、そうしたらさ、そこにさ、ここのドラムちょっとテンポ走るよとかさ書いて、次は私は違う仕事行くわけです。その次に来た人がそれを読んで、また次の人に書いて、申し渡しみたいな、そうそうそう、そういうね、歌手同士がね、結構なんかいい感じでしたね。いいですね、そうそうそう。だからみんなね、キャバレー時代を経験した人っていうのは、だからディナーショーっていうのができる前、前だ、ホテルでディナーショーっていうのがやる前かな。もうやっても本当に帝国とかどっかしかなかった。今みたいに全国にいろんなホテルの中でディナーショーやるけども、うん、その頃はディナーショーなんか誰もやってなくて、まあ、キャバレーでやる、うん、キャバレーと昼間の市民会館のなんとかショーってやつよね。そうそうそう。そんな中で今おっしゃった平浩二さんも、私好きなんですよ。平浩二さん、私ね、あのいい感じ、ちょっとおばさんっぽいけどね、雰囲気はね。あのでも高めの声でこう。そうなんですよ。今日その時じゃん。いいんですか。どうしましょう。歌いましょうか。歌わなくていいです。平浩二さん。ですを待つ間に。すぐラジオ消してください。ダメだよ。消せないでしょ。糸島インフォメーション。さあ、糸島の旬な情報をお届けしますよ、うん、まああの B さん、うん、もうそろそろ海開きが近づいてる。新月、私の8月誕生日ですよ、もうそろそろよろしくね。7月の話をしますけどもね、はいはいはい、まもなく7月、夏がやってきます。そして夏といえば海でございます、はい、ということで今日は糸島市の海水浴場の情報をお届けしたいと思います。よろしいですね。例年6月末には海開きをしているのが早いんですよ、深江海水浴場。おお、深江ね。筑前深江駅から徒歩10分。以前乗ってましたらね、若いあのこう高校生かな、何人かが降りてってね、うん、海に歩いてたから、あ、海水かな、海水浴だ、いいなってね、海水浴ってすごいな、若い人たちはいいな、海水浴、海水浴、ビーチバレーかって、何するんだろうって、麻雀じゃないよなっていう。バカ長い海岸線がありますから、そうそうそう、混雑が少なめなんですよ、だからいいんですよ、まあ広いところはね、うん、なかなかあのぐちゃぐちゃってならなくていいですよね。そうなんですよね、うん、で遠浅だから、うん、ご家族連れでもゆっくりと楽しめる海水浴場がありますので、そうか、ぜひ皆さん糸島に来ていただいて、ぜひぜひね、あの私もあの多分ね、
あのどっかの海岸で泳いでるかもしれません。どっかの海岸で、はい、あの抜き手をしてるのは私です目立つでしょうね、抜き手のかもしれません。古式泳法で泳いでる。それかあのなんかこう魚をでもね、波があるところは古式泳法は絶対に顔にザバって飲まなくていいんですよ、正面向かないから。だからあれはクロールが苦手な人にはいいですよ、ね、クロールだから正面からほら波が来るとバーバンって飲んじゃうでしょ。そうそう、そうなんですよ、あれが苦手なんですよ。だからこうやるからここにこうして、あの、まあ、横に顔をやって、そうそう、横泳ぎってやつ、横泳ぎですよ、はい、ということでね。 それからあのケア海水浴場というのもございますね。ケアってケアのゴルフ場のシャンプーですね。ケアのゴルフ、何でもゴルフ場しか分かんない、場所はゴルフ場で考えるっていうのが好きな人も癖ですけども、こちらも例年6月末に海開きをしてらっしゃるということで、あの環境省が選定した海水浴場の海がですね、快適の海、ここで良いよ、ここで良い水の浴場、浴場100選、そんな100選もある。浴場って言ったらすぐドキドキする。だからね、もう本当いろんなものを洗わなきゃいけない。海水浴場100選ですよ、知ってます。そんな透明度が高くてね、はい、やっぱ波が穏やかだから安心して、ね、これが一番お子さんたちと、うん、そうですね、行くのがいいですよね。うん、だから海水浴場ってやっぱり家族がさ一つになれるのよ。夫婦喧嘩しててもさ、パパほら子供見ててって、そうそう、ね、パパスイカ割りやるよって、またスイカ出なさいっつってこらこらお父さん埋めちゃってね、食べて頭だけ出しちゃって、やめろ、バヨ、違う違う違う、川上割り、川上割り、川上割りある。あ、危ない。でもね、海に行くとなんかこうちょっとっ開放的になるからいいですよね。で僕ね、嬉しいのはピーさん海派じゃないですか。海派です。どっちがなくて海でしょ。あなた山、いや私海なんですよ。あ、いいじゃん。神さんが山なんですよ。あ、じゃあ山置いとけいいじゃん。いや、山置いとけ虫山の神だから、まあ、海もいる。じゃあ、まあ、うまいこと言いますね。ずっと押さえつけられてるから山の神だからね。この前行きますけどね、あの虫がいるからね。虫がいるでしょ、山多いでしょ。海もいるけど、まあ、国多い、まあまあまあ、ね、海ね、山が多いんだから。そうそうそう、海ある方がいいですよ、やっぱ海が近いとこがね、いいでしょ、心穏やかになるんですよ。いや、まあ、山を見たら山を見る人はやっぱりいいのかもしれませんけど、私たち海派だから。そうですよ、はい、登らなくていいですもん、やっぱ平面ですから海は。ね、登らなくていいって、じゃあ泳がなくていいって同じことになっちゃうじゃない。ということでね、そうそう、終わりたいと思います、はい、糸島インフォメーションでした。番組へのメッセージはメールアドレス ito@rkbr.jp ito@rkbr.jp で受け付けています。日帰りでは出会えない感動がある。そうだ、糸島に泊まろう。セトルグローカルホテル糸島はステイしながら心ゆくまでお気に入りの糸島時間を楽しめる糸島市発のオーセンティックホテルです。詳しくはセトルグローカルホテル糸島ホームページまで。物流を通じて福岡を、九州を元気にしたい。九州の農産物を全国へ、物と人の調律師、糸球。コンコンワクワクをこれからもずっと、セトルグローカルホテル糸島から徒歩3分、元気クラブ糸の湯どころ。醤油を使った糸島スイーツ、醤油プリンは期待醤油から。ピーターの糸島大好き糸島ニア。この番組はセトルグローカルホテル糸島、糸球、期待醤油、元気クラブ糸の湯どころ、以上各社の提供でお送りしました。梅雨の最中にね、今回もね、いろんなお話しましたけど、もうちょっと待てば ねカーッともうじりじり暑い夏になるんですよ。ちょうどね、 P さんの誕生日あたりがもうカーッと始まるんですよ。88めでたいでしょ、めでたい。8月8日の夜の8時ですから。8月なんか起こるんですか。8月8日の夜の8時に。6月6日はね、中尾美恵なんですよ、オーメン。中尾美恵中尾美恵さん6月6日、そう、ピーさん8月8日、俺10月26日なんですよ。全然関係ないじゃない。だ、流れだもん今のは。流れじゃないもん、流れを止めたのはお前だもの。だ、10月10日だったらよかったんだけど、そう、ね、相変わらず10日にしときないよ、嘘言って。我慢したらしいんですよ、だから10月10日には生まれなかったら、2週間も我慢したの。我慢したんです、我慢強い、ね、だからサソリ座になっちゃったのね。そうよ、私はサソリ座の男。天秤座だったらもっと相性良かったのにね。
あ、そうですか。そう、風と火ですから。あ、何座でしたっけ。獅子座だから。獅子座ですから、火だから風だとコントローラーとしていいんだけど、水だから私が言ったことにジュッていつも消すじゃない。その通りだからいいじゃないですかね。その通りだからって、だから話の腰を折り山、ね、折り山だよあんた。話の腰を折り山と言うして途中で分かんなくなったんですよ。ではまた次回お会いしましょう。糸島大好き。本当にもうあんたも人がさ、なんか言えば揚げ足取ってさ、いやだから星座の関係でもそういう組み合わせなんでしょうね。あの盛り上がったところ俺がジュッてこう消すみたいな。消したらさ、いけないのよ。普通は風だったら火が消えそうになったとこを起こしてくれたりね、うん、燃え上がりすぎたらちょっと抑えるっていうのはコントローラーとしてあなたは必要なタイプなんだけども、うん、水だからさ、私が楽しいこと言おうと思ったらジュッて上からかぶせるでしょ。何をおっしゃってるんですか。普通の火だったらいいけど大きな火じゃないですか。ほっといたらどんどん燃え移りますから、ある程度で抑えないと。消火する、少し収めるっていうのは必要ですよ。だからいい、よかったですね。私ね、私本当に良かったですね。この番組もいつまで続くんでしょう。ぜひ皆さん放送中に聞いてください。応援してください。じゃんじゃんって。この番組はラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでも無料でお聞きいただけます。樋口清則です。僕が喋る我思うゆえに我ありがラジオを飛び出してポッドキャストで放送中です。僕の持論哲学を RKB アナウンサーの武田紗英アナと喋っています。固定観念や既成概念をぶち壊す。ポッドキャスト番組我思うゆえに我あり、ぜひお聞きください。